しゃ。おはようございます。団子がちょっと緩すぎて途中で割れちゃいました。団子の水分調整からやってガン玉も打たなきゃいけないんで、しっかり魚を釣る準備に入ります。今ちょっとそこに団子がそこについたんですが、一番最初のやり始めっていうのはマーカーを打ってそこの位置っていうのを常に把握しておくっていうのがね、これがやっぱ大事ですね。やってるうちにね、だんだんこうパターンがつかめてきて、マーカーとかいらなくなるんだけど、やり始めってどうしてもね、なんかこうパターンがつかめてくるまでこういうのが大事になってくるんで、とりあえずそこをマークしました。団子あたり今のところ出てないね。まだ乾いてないんだけど、ね、割れたな。割れちゃったんで離していきます。多分ダメだと思うんだけどね。団子あたりも出てないし、水深が20メートルぐらいのね、イカダと違って、そこで割って、そのままそこをね、横に流すっていうような釣り方っていうのは、あんまりいい結果にならないですね。ここのイケスはね。とりあえずそこにマーカーつけたね、次は中層付近でピンクのマーカーつけます。基本的なあの、中切りポイントですね。餌取られてるね。なんかいるね。フグとかいっぱいいるね。ね。まあね、取れない魚じゃないよ。もうちょっと塩下側に出るんで、出ようとするんで、うちに入り出したぞ。それはいかんよ。うちに入ったらいかんよ。タイですな。量刑のタイです。よっしゃ。うい、やった。ゲット。一匹目ゲット。なんかレンコダイみたいなタイやね。めちゃくちゃ引いたんだけど。でも、重量あるね。それなりにそんな大きくないんだけどね。なんだろうね。時々突っ込む。でけえ。これはでかい。よーし、かけたよ。やーっとかけた。べったりそこで打ってきたみたいなんで、死ぬとかじゃないかなと思うんだけどね。タイか。よかよか。今度はなんだよ。小さい魚が釣れるね、この方法でやると。何でもいいから釣っていこう。うわぁ。ダメだ。ですよね。こんなやってました。はーい。なんか上がってきよる。タコだったらいいんだけどね。
大体ゴミだからね、ここで俺がかけるのは。あ、ここだったら嬉しいな。よっしゃ、タコっぽい。しかもめちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい。はいはいはい、ここ来て。はい、やりました。でっか、重っ、でけえ、やばいやばい、すっげえ。ありがとうございます。ボーナスステージ行きます。ボーナスステージです。ちょっと見つけたんで、もう見えるよ、めっちゃ見える。元気やね、めちゃくちゃ元気。よいしょ、ちょっとマシなサイズが来たよ。よっしゃ、やっとマシなの釣れた、やっとマシなの釣れた、よかったね。え、こんな張りがかりの仕方だもん、外れるもんな。やっぱ何回やっても外れるわけだもん。うん、こんだけ抜いときゃ大丈夫。あ、なんで？さっきから針外れバラしやってんの、絶対チヌだ。あると思うんやけどね、これ。ほら、なんか泳ぐね。
チヌヤほらねえ、わかるよ、こういう食い方するのは。そうだよ、よっしゃー。はい、ちょっとねこれ萌えエビイエロー、前回の萌えエビレッドの黄色バージョンですね。レッドはねよく食ってくれてなかなかいい餌っていうのが分かったんだけど、今回ちょっとイエローにした理由が水深が深いっていうことでアピール力、レッドだとね黒にしか見えないんじゃないかなと人間目線でそう考えて、で今度イエローだったら少しはね目立つような感じになるかなと思って、とりあえずイエロー作ってやってます。いい食いさせちまった、またちょっとね微妙に当たりはあったんだけどね。ほら、よしよしよし、危な、なんかロープに張り付かれよった、危ない危ない、こんなちっちゃい、うん、よいしょ、はい、オッケー、はい、当たり取って釣りたいんだけどね、二枚以上がもうずっと続いてるんでガンダム外せないし、当たり出ないのは前提でね、当たりも出ないっていうことで、それでも魚を釣らなきゃいけないんで、イグイでも何でもいいからね。ただまあやってみて分かったのはこのパターン、これチームね、これね早合わせ禁物、さっきので合わせてもかかるんだけど、あれだもんね、あれで外れるパターン、かけて外れるパターンで、さっきのが、これでもう一回こう上から落としていく動作をするんだけど、まあ、偶然いいねー、すげー元気、大したサイズじゃないと思うんだけどね、このパワーが素晴らしい、ツッコミ、よいしょ、タイだった、イグイはタイだった、よいしょ、天然マダイ、オッケーオッケー、もう何でもいいよ、どんどん次々いきます。なんかね、当たりが多いと楽しい、
よう突っ込むね。チヌや、銀のチヌが来ました。銀の魚体、よっしゃ、オッケーね。すごいよ、こんなんだもん。そらバラすわな、厳しいわこら。はい、ちょっとチヌがね、オキアミがちょっと飽きてきたみたいなんで、相当食いが悪くなってきたんで、触るんだけどね、全然食い込まなくなったんで、黄色ちゃんを使います。ちっちゃくね、つけてちょっと早めに合わせ入れて、これでちょっとやってみたいんですが、正直言うとダゴチンで黄色ちゃん使うの苦手なんですよ。当たり取るのほんと難しいんで、餌に飽きてオキアミ食ってくれないとかね、そういう時のローテーションの素材として 2,3 回やってみてね、釣れるかどうかっていうところでやってます。釣れたらいいんだけどね、これがかからないんですよ。ほんと難しくて。カン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 、首振りね。当たらないと思ったら当たったよ。よし、チヌだ。チヌかい。多いね。何も釣れないよりマシです。やっぱり落としていかんといかんね。これも大きくないな。天然もめちゃくちゃ引くね。この手のタイがめちゃくちゃ引くんだよな。ちょっと重いね。またこいつか。あ、違うか。ちゃんとしたマダイか。でかい。飲んでる。すげえ。そこはわせ。よく切られなかったの。よかった。
から連発してるので全部これです。モヘイビーイエロー、めっちゃくちゃ釣れます。爪だ。おもりはね、また再利用してちゃんと持って帰って、でこのね、ナイロンのゴミ、こいつを絶対海に捨てないでちゃんと持って帰ってください。よろしくお願いします。